はいどうも皆さんこんにちは、リュウパラです。今回はですね、春らんまんか桜フェス、これがね来てます。今回限り天魔に与えるダメージが3倍、深淵ノイズのポイントが増加ということで、欲しいっちゃ欲しいんですけど、ただまあ深淵ノイズ専用っていう感じですよね。今の現段階で言うと深淵で一応新しい天魔とかいるんですけど、僕ももうそろそろね終わりに近づいてるわけですよ。ゼファルとあと何だっけな、クニアリももう少しで貫突しそうですし、水木たりもレベル100までね行ってるわけなんですよ。レベル100まで上げれてはないですけど、限界突破はしてるんで、だからその段階でプラスでいるのかなって考えたらね、どんどんこう天魔が増えてきてくれたらね欲しいなとは思うんですけど、ちょっと今回はいいかなって思ったわけなんですね。で今回は何をしようかと思ったんですけど、今日はこの2人の、カティアとビエンタを使った深淵ノイズのクエストが配信されてるんで、それをやっていこうと思います。はい、今回2種類ありまして、精霊島と賢者の塔となってます。今回は賢者の塔をやっていきましょう。個人的にねカティアが好きなんでカティアにします。でパーティーはこんな感じですね。はい、ちょっとユニとベルナ、そしてカティア、これはおなじみの3人ですね。でプラス生徒のアリーチェ、それから、エレミアは特殊枠ですかね。で、サブパーティーは、教師陣となっております。特に深い意味はないんですけど、こういう感じでやっていこうかなと。レベル80ですけど、いけるでしょう。初見プレイでやっていきます。強いよ。ちょっと待って。予想以上に強いな。でもだ、ユニが死んじゃいましたね。いいか。なんとかなるやろ。そういえば、何気にこの人と戦うのは初めてですね。ドーンと。おお、何これ、ホワイトボードやね、ブラックボードか、黒板が出てきましたね。でもこんなんされたら周りの状況見えないですよ。ちょっと迷惑ですね、これは。強い。生徒たちの門出を壊させはしない。お、すごい。今度は何？鷹ですか？鷹の絵が。すげえ、必殺技を出すのに違う絵が出てくるんですかね？ランダムですか？いいですね、これ。おー、すごい、生徒たちの絵が。出てますね。これで決まりです。はい、焦点されました。そっか、マルネスと戦うのはこれで2回目ですか。でしたね。はい、っていう感じでね。なかなか面白いですね。カティアさん、いいと思います。はい、ざっと能力を見ていきましょうか。旅立ちの火の花、カティア、さっき見ていただいた通り前方範囲内の全ての敵に昇段入れて弾き飛ばすと、使いやすいですね。必殺技もそうですけど、何気に良かったのがやっぱり黒板ですよね。黒板にランダムで絵が映し出されるという、
まあいいっちゃいいんですけど、そうなると上の敵が見えなくなっちゃうんで、今どうなんですかね、この辺は。まあいいんじゃないですか。はいはいはい、そんな感じですね。でもって、まあ戦士 の, せあの賢者の塔ってほとんどいないんですよ。だからそういった意味では、あのレアリティは高いかもしれないですね。で次が、ビエンタですね。ビエンタが2マナで直線中にいる敵1体とその周囲に中ダメージスローにする。なるほど。これあれですね、魔法使いの、あのレジェンドで出てきたビエントとちょっと似てますね。うん、多分上昇値はどうなんですかね、あのレジェンドの方が強いとは思うんですけど、まあ、こんな感じですかね。はい。で提供割合が、半分ずつ 3.5%、 ガチョボーナスが30回引いたら確定となっております。はい、というわけで、今回のガチャに関してはテンマっていうか、まあ、深淵の渦で非常に使えるキャラクターになっているので、まあ、最近始めたばっかりの方で、深淵の渦をどんどん進めたいっていう方にはおすすめのクエストになっているのかなと思うので、ぜひ引いてみてはいかがでしょうか。というわけで今日の動画はこれで終わりたいと思います。この動画を見て面白いと思った方はぜひチャンネル登録などよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。